では今日の本題であります化粧品広告と薬機法ということでざっとオーバービューをお話したいと思います。まず薬機法というふうに言っていますのは医薬品医療機器等法という名前が省略されて今は薬機法と言っています。前は薬事法と言ってたんですけどもそこに医療機器の機も入って薬機法と言ってます。で薬機法は5個のジャンルがあります。まず医薬品、それから医薬品に比べて効果がマイルドな医薬部外品、それから化粧品、医療機器、そしてこの薬機法になってから新しく加わった再生医療等製品というのがありまして5個のジャンルが薬事法、薬機法の規制対象です。じゃあこの中に入っていない健康食品とか雑貨みたいなものはなんで規制されるんですかっていうと未承認の医薬品、未承認の医療機器として見られるからです。要は効果効能を歌うとこの中に入っていない人たちはダメですよと、広告者ダメですよということで規制を受けると。逆にこの薬機法5ジャンルの中に入っている商品に関しては効果効能を歌ってもいいんだけど決められたルールがありますよと。でその中で特に化粧品はめちゃくちゃルールが細かいです。それから健康食品に関しては保健機能食品というのがありまして特定保健用食品、いわゆる特保ですね。あと栄養機能食品、ビタミン、ミネラル、それから機能性表示食品、これ2015年の4月からスタートした制度ですけども、この3つの製品に関しては効果効能をうたっても薬機法違反じゃないですよっていうことになってます。ですからこの薬機法5ジャンル以外にプラス保健機能食品っていうのが効果効能をうたってもいいですよということになってます。まあ、これ全体像まず覚えておいてください。それで化粧品の今度は広告に関してなんですけども、化粧品に関しては薬機法がまず大きくあるんですけども、薬機法だけを見てもですね何にも具体的に書いてないです。例えば肌に潤いとか浸透とかシワを消すとかっていう具体的な広告をしてもいいかどうかっていうのは薬機法には書いてないです。で具体的な広告に関しては医薬品等適正広告基準っていうのがありまして、これが具体的な細かいルールを決めています。あとそれ以外にですね、消費者庁が管理しています景品表示法と、まあ、それに関連する公正競争規約というのがありまして、薬機法とか景表法だけを見てもですねなんかよくわからないという状態です。それからもう一つ特定商取引法っていうのがありまして、特商法っていうんですけども、これは例えば訪問販売とか電話でセールスするとかキャッチセールスとか、こういうふうにセミナーをやって例えばがんに効くフコイダンっていう成分がありましてって言って、じゃあフコイダン皆さんここで注文してくださいっていうふうにやる、いわゆるセミナー商法ですね。そういったもの、特殊な売り方をしている場合は特商法っていうところに引っかかってきまして、こっちは罰則きついです。もういきなり逮捕とか家宅捜索とかなりますので、結構会社潰れちゃいます。まあ、こういったルールをが化粧品に関しては規制をかけているというふうにまず覚えておいてください。